V401SA は、三洋電機が開発し、ボーダフォン日本法人が販売していた、携帯電話端末である。三洋電機最後のボーダフォン向け端末となった。ボーダフォン4シリーズのうちの1モデルとして、V401T などと同じ時期に発売された。V801SA に続くスライド型を採用しており、デザインは下部が円弧状になった、独特のものである。 産業ではこれをポストモダンと呼称。FM ラジオチューナーが内蔵されており、FM と TV の1から3チャンネルのステレオ音声を聞くことができる。バックグラウンドでの聴取も可能。ただし本体スピーカーではラジオを聞くことはできず、アンテナを兼ねた付属品のステレオイヤホンを接続する必要がある。ラジオ機能は連続約40時間の利用ができる。 130万画素のモバイルカメラが液晶画面の裏側にある。普段は内側に隠れており、スライドを開くと姿を表すようになっている。赤外線通信機能を備えているが、SD メモリーカードなどの外部メモリーカードには、非対応。側面に USB 端子があるが、これはピドブリッジ専用である。本機は USB マスストレージクラス非対応のため、USB 経由で、 パソコンとデータの送受信をすることはできない。その他の機能として、ステーションバイリンガル表示、t v リモコンなど、ありがとうございます。